ダチョ堀田先生です。シャキン。本日は歌って踊れて笑える音楽授業をします。今日やる内容は、皆様にクラシック音楽をいろんな感じ方で、いろんな方法で、いろんな楽しみ方があるというね、ことを皆様にお伝えできたらなと思ってます。その感じ方が一気に今日ガラッと変わります。そして皆さんがクラシック音楽をもっともっと興味が持てるようなこの授業を盛り上げていこうと思いますので、一緒に音楽を楽しんでいきましょう。まず授業の始めにリラックスするために大きな声で笑いましょう。ついてきて。これでめちゃくちゃすっきりしましたよね。というわけで早速音楽の授業に入っていきます。お眠だった方、もう一度笑って目を覚ましてください。よし、やっていきましょう。今日まず取り上げる内容はリズムです。音楽にはリズム、メロディー、ハーモニーとね、大事な要素があるんですけども、今日取り上げるリズムは2拍子と3拍子です。どういうこと？そうです、分かってない方たくさんいるよね。説明していくので安心してください。まず2拍子なんですけども、よく聞いたことある音楽だったら、例えばね、3拍子だったら、1、2、3、2、2、3、そう踊って感じてください。皆さん今聞いただけでなんとなく分かったと思うんですけども、これを自分でリズム取れるように先生と一緒にね、やっていきましょう。まずは手で1、2、1、2って言いながら一緒にやりましょう。2拍子ですよ、せーの、1、2、1、2。じゃあ次足、せーの、1、2、1、2、1、2。できました？じゃあ次は自分の身近にあるもので音を鳴らしてみましょう。何でもいいです。じゃあ先生は鉛筆で鳴らしますね。じゃあいきます。コーラがあったので1、2、1、2、1、2、1、2。何でもいいですよ。はい、段ボールが落ちてました、先生の近くには。いきますよ、1、2、1、2、1、2。2拍子感じ取れましたか？では次に3拍子についてやっていこうと思います。まずは一緒に踊ってみてください。1、2、3、2、2、3、1、2、3、2、2、3。体を横に揺らしてみるときに1、2、3、2、2、3を感じて、1、2、3、2、2、3、1、2、3、2、2、3。これができたら手拍子で1、2、3、2、2、3、1、2、3、2、2、3。次は足で1、2、3、2、2、3、1、2、3、2、2、3。それでは自分の近くにある音を鳴らしてもいいもので1、2、3、2、2、3、1、2、3、2、2、3。ではでは、はい、出てきた段ボールいくよ。1、2、3、2、2、3、1、2、3、2、2、3。はい、これでね、なんとなく音楽の流れを感じ取ることができましたよね。では早速一緒にやっていきましょう。ではまず2拍子からやっていこうと思います。で、今回取り上げるのはモーツァルトが作曲したトルコ行進曲です。パラパラパン、パラパラパン、パラ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 パンです。結構これね、聞いたことある方、はい、結構いますよね。じゃあ、先生と一緒に、1、2、手でも、自分の近くで鳴らせるものでも、何でも OK なので、一緒に拍を感じてみてください。1、2、いきますよ。せーの。できましたか？できた人！はーい！素晴らしいです。これについてこれた方。はい、しっかり拍手してあげてください。次は、さっき一緒に踊った、これ。1、2、3、2、3。そうです。ワルツのリズムです。ワルツっていうのは、まあ、ダンスです。踊り。1、2、3、2、2、3。やっぱね、1、2、1、2って踊るよりも、ゆったりと、1、2、3、2、2、3。式では、1、2、3、2、2、3。1、2、3、2、2、3。たっぷりできますよね、2、2、3。これを、一緒に感じていこうと思います。1、2、3、2、2、3。では、自分の近くにあるものを鳴らしても OK です。手でも OK です。1、2、3、2、2、3。いくよー、せーの。ちょっとね、まあトルコ行進曲よりは感じやすかったと思います。なぜならトルコ行進曲の時にちょっとコツをつかんだからです。では、今度は僕の演奏に合わせて鳴らしてみてください。いくよ。1、2、3、2、3。感じ取れましたか？というわけで、しっかりリズム感じ取れたと思います。じゃあ、先生と一緒に踊ってみてください。1、2、3、2、2、3。全力で踊ってね。何でもいいよ。こうやってね。1、2、3、2、2、3。でも、こういうのには気をつけてね。大事なもの壊したら怒られちゃうからね。1、2、3、2、2、3。こんな感じで踊ってみてください。全力で踊ってね。いくよ。1、2、3、2、2、3。しっかり踊れた方、拍手です。では、せっかくだったら先生、ショパンが得意なので、今から鑑賞の授業もやってみます。今度は、さっき聞いたリズムとか、あとは、体を全力で動かして、分かった音楽の聴き方についていろんな、さっきよりも研ぎ澄ましてみて音楽を聴いてみてください。では、ショパンの有名曲を弾いてみます。今から弾く曲は、英雄ポロネーズっていう曲です。そうです。超有名曲です。まあね、このポロネーズはさっきのワルツとはちょっとまた違うんですけども、ね、独特のリズムの取り方です。それでは鑑賞してみてください。ありがとうございます。皆さん聞いてみてどうでしたか？なんか今までよりもクラシック音楽が楽しくなかったですか？それは何でかわかりますか？クラシック音楽のいろんな聴き方を皆さんが身につけたからです。今までよりもリズムの感じ方だったり、表現のその方法だったりっていうのが研ぎ澄まされてます。だから今までよりもクラシック音楽が楽しく感じたんです。皆さん、もっともっとクラシック音楽をたくさん有名な曲があります。ぜひ、いろんな曲を聴いて楽しんでみてください。今弾いたショパンっていうのは、ピアノの詩人って言われてます。じゃあさっき弾いたモーツァルトはなんて言われてると思う？そうです。神童です。もうね、ちっちゃい時、もう5歳ぐらいからもう曲をたくさん書いてて、もう昔からすっごく有名だったんですよ。才能とか演奏とか曲を作る凄さとかが飛び抜けてて神童って呼ばれてました。だったらまあ他、バッハってみんなこと聞いたことある？バッハは何と呼ばれていたでしょう？聞いたことあるかもしれません。有名な曲たくさんあります。音楽の父と呼ばれてます。こんな感じにバッハはたくさんの有名曲を作ってます。ぜひ皆さん調べて聴いてみてください。皆さんが今まで聴いたことあったような曲もたくさん作ってます。では、今からは歌う授業。今日は何について歌うのかというと、替え歌を作っていきたいと思います。どういうこと？そうです。クラシック音楽に替え歌です。この、先ほどね、これに自分の歌詞を作ります。例えば、なんかね、学校とか、給食とか、まあ何でもいいです。自分だからこの曲にマッチしそうな歌詞を自分で作ってみてください。何でも OK です。じゃあ、この作ってみてくださいっていうのは宿題にします。この作り方を先生がね、ちょっと見せていきたいなと思います。では皆さん、今から替え歌っていうね、クラシック音楽で今までやったことないことを一緒にやっていきましょう。正解はありません。ノートを用意してください。で、ここに歌詞を書いていきます。この演奏に合わせて歌詞を作ってください。ゆっくりやってみますね。歌詞をつけてみてください。どんな感じにつけるか先生の姿を見て勉強してください。まず音楽を何回もね、これ聞いてください。この演奏は今日先生はカレーライスでいきたいと思います。先生が小学生の時カレーライスがすごく好きで、その時にねあった物語を歌詞につけていこうと思います。ではカレーライス、そろそろお腹が空いてきたよね。それをそのまま歌詞にしよう。パパパパパン、そろそろね、お腹がね、お腹がね。あ、できました。ペコペコ給食食べたいな、ペコペコ給食食べたいな。そうですね、ペコペコ給食食べたいなできますね。オッケー、そろそろね、お腹がね、ペコペコ給食食べたいな。先生小学生の時ずっとお腹空いてたんですよ。本日の献立はカレーライスでいこうか。先生歌苦手なの。みんな大好きカレーライス。服についたら大変だ、服についたら大変だよね。僕の歌詞完成しました。そろそろね、お腹がね、ペコペコ給食食べたいな。本日の献立はカレーライス。みんな大好きカレーライス。服についたら大変だ。サラダも残さずに食べました。残るは食後のデザートだ。大好きなデザートが余ったクラスでじゃんけんだ。この勝負の行方はどうなるの。皆さんこんな感じで作ってみてください。先生がねさっき演奏した演奏に合わせて何回も作ってみてくださいね。これ皆さんクラシック曲ですよ。モーツァルトが作った。でも音楽ってね楽しみ方は自由なの。こんな風な楽しみ方してもいいんですよ。だってピアニストがそれをね伝えるんだから全然 OK です。じゃあいくよ。こんな感じでね歌ってみてね。そろそろね、お腹がね、ペコペコ給食食べたいな。本日の献立はカレーライス。みんな大好きカレーライス。服についたら大変だ。サラダも残さず食べました。残るは食後のデザートだ。大好きなデザートが余ったクラスでじゃんけんだ。この勝負の最初はグー、じゃんけんぽん。ての音楽授業終わりたいなと思います。皆さん歌ってはぁ踊って1232223笑って歌詞で笑ったよね。負けちゃったんだもん。ぜひ音楽授業でクラシックが好きになった方、これからも一緒に授業を受けて音楽を楽しんでいきましょう。だけどこの遊びは演奏してる時には考えないでね。真面目に演奏される時はしっかりその音を感じてみてください。皆さんに歌ってもらったのはメロディーです。メロディーっていうのは歌の流れがきちんとわかります。だからこそこの歌詞をきちんと歌で歌えた方っていうのは音楽をもっともっと楽しめると思うので、ぜひともこの宿題頑張ってみてください。というわけで本日の授業終わりたいなと思います。起立、気をつけ、礼。見てくれて